どうも、ジールマンです。今回はですね、リーメントさんのプチサンプルシリーズ魔女の住む家を大人買いしたので開封&レビューします。この外箱を見ていただくと分かるんですけど、魔女の家にありそうなアイテムがたくさん詰まってます。このシールが付いてる箱は大人買いで全種類揃うと書いてあるので、とても楽しみです。実はこれ発売するのは知ってたんですけど、買おうか買う前かどうしようかなって思ってたんですね。そしたら先日 Twitter のフォロワーさんがいくつか買ったものを写真で投稿してくださってて、改めてこれはいいな、買うしかないなと思って、さらにそのフォロワーさんがどこそこだったら大人買い今できますよみたいな販売情報まで教えてくださいました。いつもありがとうございます。それでは早速開封して見ていきましょう。それでは開封していきます。オープン。おお、これ内箱特典のディスプレイできるジオラマ付きってやつですね。その床部分です。あー、なるほど、ジオラマ背景もありますね。中はこんな感じになってます。それではまず左下から開けてきます。1番、何ができるかお楽しみ。次は左の下から2番目のここ、秘伝の特性調合。次は左側、上から2番目を開けます。ここから1、2だったんで、この場所は3番なんですかね。3番、この魔導書によると。それでは左側1番上を開けます。4番、未来の運勢は。左下から1、2、3、4だったんで、ここは5番ですかね。開けてきます。やはり5番ですね。風の便り。次は右の下から2番目開けてきます。6番、とっておきの自家栽培。それでは右の上から2番目開けてきます。7番、夜の帳に一仕事。それでは最後の1個開けます。最後は8番、空中散歩へ。それでは特典のジオラマボードに1回全て配置します。はい、ということで組み立ててきました。いや、もう物が多すぎてこの背景ボードの中に全然収まんないんですよね。なんかアプリゲームでこういうごちゃっとした中から特定のものを探せみたいな状態になってますね。いや、それにしても僕、リーメントさんのプチサンプルシリーズは初めてだったんですけど、本当に出来がいいですね。例えばこのビーカー、中に液体が入ってるんですけど、これクリアパーツでできていて、出すことで空のビーカーにもできるんですね。すごいです。他の液体系も全部中がクリアパーツでできています。あとこれ出来合い品だけじゃなくて、中のパンフレットが一部ペーパークラフトになっていて、自分で切り出したり、糊付けしたりすることで、さらに小道具が増えるんですね。いや、本当によく凝ってると思います。さすがに全部お見せするのは難しいので、この紙で解説してきます。1番は何ができるかお楽しみ。
かまど、炎、杖、薬、鍋、そしてこの鍋の中身もちゃんと入ってます。こんな感じ。しかもパンフの裏側には種類ごとにそのアイテムにちなんだちょっとしたお話が書かれてます。2番、秘伝の特製調合。テーブルに薬関係のもの、アルコールランプ、スポイトなどが入ってます。この机もすごくて、ここが引き出したり、それぞれ引き出しがちゃんと出せるんですね。で、中にペーパークラフトで作ったものなんかを入れれます。あと机の奥の方にキノコが生えてます。唯一気になったのは、ここの取っ手が動かないので平面からこの引き出しがちょっと出しづらいことですね。3番、この魔導書によると、ここは薬草関係ですね。あとは釣り漕ぎや魔導書が入ってます。この魔導書すごくないですか？ちゃんとこの留め具や中もバッチリ書かれてて、すごいテンションが上がります。4番、未来の運勢は。これは占い関係ですね。さらにキャンドルなんかも入ってます。このキャンドルもすごくいいですよね。特にこのろうそくの質感、本物みたいです。5番、風の便り。椅子や袋、ティーセットに手紙。特にこの手紙はろうで封してあるところや、これちょっと伝わるかわかんないんですけど、紙の黄ばみまでちゃんと再現されてて、めちゃくちゃすごいなと思いました。6番、とっておきの自家栽培。植木棚や剪定バサミにケース、フック、プランター。これはキノコでした、中身は。で、このペストマスク、キノコの入った入れ物ですね。中のキノコもちゃんと出せます。わかるかな、ちゃんとキノコになってるの。さらにこのハサミがすごくて、ケースに入ることもそうなんですけど、ちゃんと開くんですよ。7番、夜の帳に一仕事。糸車や糸、黒猫のぬいぐるみ、あとこれは中になんか粒々のが入ってました。これですね。中の粒々伝わるかな、卵みたいでちょっと気持ち悪いです。最後は8番、空中散歩へ。いかにも魔女って感じですね。帽子、ほうき、そしてペンダントに宝石ケース、ランプ、巻物ですね。これ僕がアクアシューターズをリペイントして作ったクルスガー先輩なんですけど、これぴったりははまんないですけど、しっかりと載せることができるので設定通りにできるんですね。いや、これ激アツです。ちなみにこの魔法のランタンはほうきに取り付けることができます。いや、全体的にほんとすっごく出来が良くて綺麗なんですけど、あえて自分の手で汚したりとかダークな雰囲気を作って、有名なフリーホラーゲーム魔女の家みたくしても面白いかなって思います。ということで、今回はリーメントさんのプチサンプルシリーズ、魔女の住む家を大人買いしてみたでした。12分の1サイズのフィギュアにはちょっと小さすぎて合わないものが多いんですけど、それよりも小さいものだったらかなり汎用性が高いのでおすすめです。まだまだステイホームが続く中、こういう小道具や背景なんかに凝ってみたおもちゃの写真を撮るのも面白いかもしれませんね。プチサンプルシリーズ、造形が細かくて驚いたよ。このシリーズ集めてるよって方もそうでない方も、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。